久々にこんなこう高い順位見たわ。ぽい武器トップ来ましたねこれ。あーしかもこれハイドラもしかしてこれ何え、どういう、いやこれバグきたー。あれ待って、なんか変なとこ飛んじゃった。もううざすぎ本当に。さっきもこれでやられたんだけど。一回考えることを言語化しながら試合してくれません？あ、いいよ。オッケー。まずは代わりも流します。あ、左にスクスロが見えました。縦振り当ててキャーって逃げてで戻ります。そして一旦カス当てしてイカロールして、ちょっとやばいなって思ったんで一回引いてからのセンサーが消えたからニョロローンって行くけど、多分これカーリング警戒されるからこれはカバーできそうな。インク切れたから、あーこれはもうクソ、これクソって思ってますな俺。これグレートバリアに飛んですぐ電線復帰。まあこれちょっと右に敵が見えたんで、一回シールド破壊からのちょっと右のやつやりたいけど、一旦これ縦振りで圧かけながら一旦ちょい延長入れて、これカーニングの爪で行こうとしたけどちょっと無理かな。これは一旦こういう逃げで、でこれちょっとこういう爪とかちょっと狙ってみちゃったりして、こうね、こういう潜伏キロ狙っていくと、でこれバレてるんで警戒されたら引く。で味方のカバーがしっかり入ったタイミングで、で正面にヘイト溜まってるタイミングでこういう、でこれ吐く、欲しい。あーもうこれはもうクソ、もう全てが噛み合いませんでした。え、言語化できてない、嘘、マジ言語化できてないですか、これ。そうだ、これちょっとやばいなって思ってるんで、あ、これちょっとお前調子のんなって思ってます。はい、でビーコン、これビーコンです、これビーコン警戒です。これビーコン味方壊してくれた。これちょっともうちゃっちゃとガチアサリ作りたいんで、こういう時はもう味方に渡し合うっていうね、これ日本人ですマジで。これあ、俺にロックオンされてないラッキーと思いながら、炭酸ダビーなって思いながら、これ一旦こうか、ごめん取っちゃった。デコ一旦壊しいの、待ってそれは無理。今のそれは無理だね、マジで本当にいるね。あーもうそれと、まあ49ならまだセーフかなみたいな。ここはちょっとガチ強い、多分右います、これ違うな、右号に警戒します。いやこれナイス弾に合わせてちょっとグレートバリア吐きたいよねっていうお話ですよね。でなんか謎の場所にあるけど、これ何これ何マジこれ何、後ろいるねっていうね、こいつはしっかりやると。今のは見えてました、これ無理か、さすがにこれはちょっと、これはちょっと攻めません。目先のカウントより前線維持、こういうの大事ですマジで。ただバレてます、バレてるんで一応イカロールして逃げて、これちょっとライン高めに行きたいんでちょっと強気に行きたいけど、そのメガホン結構強いなって思いながらもちょっと避けて、でこれイカ忍者を使います、こういう時に。でこれ怖いんでカバーをしっかり、デコイチャーシーに騙されていく。
今のデコイチ足にしっかりと騙されていく男な。いやこれ後ろ警戒されてます。なんとさあこれオッケーオッケー、でかいでかいでかい。今のは俺が死なないだけでいい判断。ただちょっとまずいよこれ、普通にちょっとまずいやつ。いやこれ、いやナイスすぎ、何ナイスだけど相手アサリあんのこれ。よっしゃナイス、きたー、これ素晴らしいんじゃない。これめっちゃ参考になったっしょ。俺の全てを今公開した。さすがにこれは俺の脳内全て言語化したな。しかも3勝しっかり、やべ44位、全く言語化できてない。いやできてるでしょ。いやもうちょっとね勝ちに行きます。ここまで来たらもうボトルが開幕から強いんだから。深いナスタ待ちかなこれ。いるよ多分。これ塗っときますよ、これ塗っといた方がいいんで、エナスタルチちょっと仕掛けます。で、エナスターでグレートバリアしっかりた、あーこれグル、これトルネ終わったタイミングでこうです。うわ惜しい。今のは結構刺さるタイプのイカ忍者なんだけど、なんかデコポコってしたやつで多分しぶき見えちゃったな。あーマジこれアサリ、これアサリ拾いません。こういう防衛できる狙いシーンはアサリを拾わない。死んで敵にアサリ渡したくないから。これねこれ一回ワンチャンス仕掛けて、味方のカードをすかさずしていきたいが、ちょっとこれラインイージーしたいんで、もう書きます。書いちゃって、ナイスカバー、でかイカロール、よし、あーそれ強っ。マニ長っ、ほんと長え、ナイス。やべこれエナスト取れるかな、取りたい、ジャンプだったら取れる。あそっちか、俺取りたい取りたい、ガチ取りたい、でかい、これ絶対取りたい。これアサリ回収です、攻めのターンなんで。攻めのターンはマジアサリ回収の意識、稼げるときに稼いでいけ。うわーくそやれたな今頑張ったら。オーラーグレートバリア溜まってます、でかその深打ちガチでいけ。ちょっとごめんね、原生児で入っちゃうわ。ラッキーこれ、ちょいラッキーキル。これエナスタありがとう。え、マジか、これ抜けてる。あ、やばい、これ抜けられるかも。多分抜けてる。
あれはすごかった。これなんかおまんじゅうで草マジおまんじゅうで草なんだか今。あえてガチアサリあるから延長は入るっていう金庫か。これちょっと左から狙っていきたいなと思ってんね。味方ナイススキルからのこれこっちかロールでちょっと溜まってなかったですね。ほんと今のは溜まってると思ったら溜まってなかったやつですね。これはまあいいや。これでも入れられて負けか。これ潜伏グレートバリアで消えただと。いやこれイタチごっこだけはマジ観点なんで。これこっち来てます。いやでかい。ナイスすぎマジで。ナイスー。今日調子良すぎる。さすがに思ったよりフィーリングでやってるんだなって思った。いやスプラローラーはね後からメモリープレイヤーで見たらある程度言語化できるけど、さすがにやりながらだとむずいわスプラローラー。でもまあ割とフィーリングだけどね。前線武器ってだいぶフィーリングだよ。いやおまんじゅうポジ覚えとくの大事かもな。ほんとおまんじゅうポジ覚えとけば。おまんじゅうも結構多分使えるんだよな。バリアの中入ってこれないから。やんやん。こういうね、こういうのでこういます。いやーくそ。まあまあ味方が使ってくれるでしょう。でこれアサリ回収係です。いやアサリを回収係なんだけど落ちない。ちょっと待って、ガチ落ちなくてさ。待って、フッで、アサリ拾って、もう死ぬから入れる。このね、急カウントが勝敗を分けますマジで。この死ぬ気で、これはこういうかいくぐり。これは外したからもう帰っちゃいます。ローラーが正面かなっていうカーリングが出たから。またメガホンですか。待って、何で潮吹か意味わかんない。潮吹か意味わかんねえって。うわー、ざけんなこれ。なんか上のなんか変なので潮吹かだったわ。まあでも結果的にグレートバリア、これ飛んできます。これ俺なら飛びます。あれに飛びます。こういう時飛んでこないか。うわ刺さりそう。それえむずい。これ入れたくね。あと1個ごめん入れろ。ポイ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 、ナイスー。マジで27いけんだけど、これこんな派出ますか。でも味方が強いわマジで。さっきから味方トゥーンがやばい。これまたアビスさん味方だ。これ勝ったか。これまた勝ったか。これ3連勝いただいたか。これあ、でも相手エナジースタンドなんで、ちょっと油断せずにいきましょう。カーリングあるか。
こういうのですよ、お兄さん。隅長返してきた。今の倒してない。これはね、一旦バリア。味方助けたくねえ今。強い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 、ガチで強いやん。見えんぴ、わー強いっす。なんだこれ、なんも見えんよそれ。強い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 、もう最強。あー最強、え、強くないんだガチで。ここです。右いんのか、ごめん。さあ人数有利を作るために、マジハイドラぶっ刺さりすぎ。相手の編成にこれハイドラぶっ刺さってるんだな。なんかこのステージボトル VS ハイドラだったらハイドラの方有利そうだもんな。何のかもかわからん。いやー本当はこのタイミングであれしたいけど、いやうまいそれ。強い。ちょっと待って、一旦退散。スペシャルある大丈夫、ナイスターもあるから。ごめん、ちょっと変なとこ。いやマジもうわけわかんねえそれは。マジグレートバリアの境目マジわかんなくなっちゃった。いや今の強くね、すんな。マジグレートバリアの境目わかんねえよ今の。味方がクソ強い。いや必然もっと強い。えマジ、今のやべえな、ごめんほんと。でかい、さすがに。あーごめんこれ負けたかも。すまー、普通にちょっと隅長が強かったわ。入れたら勝ちか。これ死ぬ気で貯めたい。頑張れ。いや、いけるねこれ。帰るよ。ナイス！スペシャルすぎる連携！
いや、よくみんな最後スペシャル貯めたな。ナイス沼グレートバリアサメライズ、ナイスすぎだろこれ。いや最後連携神だったな、マジハイドラがミキの敵倒してくれたの、マジあったかすぎた。はい、これ武器トップ来たか。久々にこんなこう高い順位見たわ。ぽいぽい武器トップ来てきましたね、これ。うわー最強のスピナーがちぎった。うわー、しかもこれハイドラもしかして、これ何、どういう、いやこれバグきたー、編成バグきちゃー、編成バグきちゃー。これ包囲枠2がなぜか偏りました。相手クソゲーです。これがただ勝ちます。先制バグエグいでしょこれ、このタイプエグすぎて、エグすぎる。え、何これ、ロボム。いやこれはガチのバグだね、これはバグ、絶対ありえない変装枠だもん。これ2はこういうバグなかったけど、あでもワンチャンあるわ。いやマジもったいな、それやられるの。いやマジか、あマジか、マジカーリング、いやマジもったいねー。あマジローラーのカーリングそんな焦んなくてよかったのにな、今味方もったいねえな今の。ちょっとゴリ押ししちゃダメだよな、ああいう時まで。一番良くないゴリ押しが。あそこやば、これちょっと味方絶対守る。いやごめん、うわー、死ん、うわー最悪。これはガチャアサリできるか。え、でもなんか味方強いんだけど。あ、これもう死ぬ気で貯めて、うわ、ごめん。うわ、まあ、ステジャン見えてるわ、この人。ステジャン見るタイプの最強だ、これ。あ、これ多分ね。どうだこれ。うわやれなかった、マジかよ、今の近くで。いや強っ、サメ強い、それごめん。いやこうなったらもう射程トゥーンだ、ハイドラ触れねえよこれ。いやーどんまい、これ、いやマジクソ、これこれガチクソ。次ハエダロのビラがボトルのはずなのにバグでどっちも敵いっちゃうっていう。いやおっさん左取られたら負けって思ったから左のハイドラ倒そうと思ったけどサメが来ちゃった。しかも金バッジなのやばくね、どっちも。どういうことなんこれ。本来だったらまあロングケルビンで分けられてボトルハイドラで分けられるはず。